皆さん、こんにちは。昨年2022年5月11日、お笑いトリオ、ダチョウ倶楽部、上島竜兵さんの訃報に世間は衝撃を受けました。出来の悪いドッキリだろ。竜ちゃんがそんな死に方を選ぶわけない、など、ファンの悲しみにあふれたコメントが SNS 上で並びました。芸人として長きにわたってお茶の間に笑顔を届けてきた、上島竜兵さん。そんな上島竜兵さんの訃報から1年が経った今、上島竜兵さんの妻である広川ひかるさんが初めて口を開きました。その告白の中で加藤茶さんのある発言がトリガーになっていた可能性が示唆されました。そこで今回は上島竜兵さんの訃報から1年、妻広川ひかるさんが語った上島竜兵さんについて、加藤茶さんの過去の発言とともにご紹介していきます。こんな思いさせられるなら結婚なんてしなきゃよかった。まさかあんな最後になるんて思わないじゃないですか。でも振り返れば楽しいこともいっぱいありましたけどね。そう語るのは上島竜兵さんの妻広川ひかるさんです。向き合った記者からふと視線を落とし、優しい笑みを浮かべました。2022年5月11日上島竜兵さんが突如自ら命を絶ったという、とても信じがたい訃報が世間に衝撃を与えました。上島竜兵さんは芸人の間では繊細な性格をしている、仕事に対して真面目すぎるといった評判がありました。晩年はそこに腰痛や不眠症、コロナ禍での仕事の停滞、仲間と会えない寂しさなどが重なったことで、上島竜兵さんの心は蝕まれていったようです。広川ひかるさんは、その頃の上島竜兵さんは男性の更年期障害も原因の一つではないかと語る一方で、やはり一番大きな原因は尊敬する師匠の訃報ではないかとも語っています。上島竜兵さんが自ら命を絶つ約2年前の2020年3月、上島竜兵さんが芸能界の師匠と尊敬する志村けんさんが70歳で亡くなられました。広川ひかるさんはこの志村けんさんの訃報を目にした時、実家にいたそうですが、リュウチヤンのそばにいてあげなくちゃダメだと急いで自宅に戻ったそうです。自分の尊敬してやまない師匠の訃報に上島竜兵さんはひどく落ち込んでおり、声もかけづらい状況が続いたのだとか。広川ひかるさんが夕飯に切り干し大根を出すと、志村けんさんは家庭的な料理が好きだったので、上島竜兵さんはこれ志村さんが好きだったな、あそこのお店で一緒に食べてさと思い出話を始め、お酒が進んできたら泣き始めてしまうことも、また自宅のテラスでタバコを吸っているのかと思うと一人で涙拭ったりしていたようで、志村けんさんの死をなんとか飲み込もうとしていたそうです。この頃から上島竜兵さんは一人でぼーっとする時間が多くなり、心ここにあらずといった様子を見せることが増えていったようです。その様子に広川ひかるさんは何度も病院に行くことを勧めましたが、何度誘っても絶対嫌と答えるばかりでした。それでもテレビに出れば変わらず明るく元気に振る舞っていましたが、広川ひかるさんは昨年2022年5月8日に放送されたドリフに大挑戦スペシャルフジテレビ系を見て明らかな異変を感じ取ったといいます。その時のことについて広川ひかるさんは、調子が悪い中でも出演した映像に違和感を覚えることはなかったんですが、正気のない表情にまずいことになったと確信しましたと語っています。実家に帰省中だった広川ひかるさんは放送日翌日の9日に急いで帰宅、上島竜兵さんに大丈夫と声をかけましたが、反応はなくじっと黙り込んでいました。いつものように睡眠導入剤を飲んで眠りにつく上島竜兵さんを見て、広川ひかるさんはこのまま何事もなく平和に過ぎていけばいいなと願うことしかできませんでした。そして10日夜になっても上島竜兵さんは相変わらず元気がない様子で、そのまま自室へ消えていきました。日付が変わって5月11日の早朝、上島竜兵さんは自ら命を絶つ形で天国へと旅立ちました。加藤茶さんは番組内で、大丈夫、もうすぐ俺ら高木中本が行く死ぬという発言をしていました。
もちろんネタで、他の人は軽く笑って流していましたが、上島竜兵さん一人だけ悲しい顔をしていました。どういう受け取り方をしたのかは分かりませんが、もしかするとその手があったかと早まってしまったのかもしれません。広川光さんは、上島竜兵さんが亡くなった直後は身の回りの全てに現実感がなく、夫がこの世にいないことが信じられなかったそうです。しかし通夜の日、数日前まで上島竜兵さんが使っていたハローキティ柄の小さなお茶碗にご飯をよそっている時、上島竜兵さんがもういないことを実感し、涙が止まらなかったそうです。また今思うと、病院に連れて行くのではなく、病院から先生に来てもらう手もあったのかもしれません。こうしたらあんなことにならなかったかな、ああ言っていれば違ったかな、とか、たらればをずっと考えてしまう、と抱えきれないほどの後悔に苦しんだとも語りました。上島竜兵さんの葬儀告別式は昨年2022年5月14日に都内の斎場で営まれました。ダチョウ倶楽部の肥後克広さんや寺門ジモンさんはもちろん、ザ・ドリフターズの加藤茶さん、上島竜兵さんと共に体を張った芸で年齢問わず人気を博した出川哲朗さん、そして有吉弘行さんに土田照之さんをはじめとした竜兵会のメンバーのほか大勢が駆けつけました。上島竜兵さんが好きだったピンク色の花が飾られた祭壇の前で、大の男たちが声を上げて泣いていました。実は通夜の前日、弔問には意外な人物の姿がありました。その人物とは嵐の大野聡さんです。上島竜兵さんとは2010年放送のドラマ怪物くん、日本テレビ系で共演して以来親しく付き合っていたそうで、上島竜兵さんは20歳も年下の大野聡さんを、仕事に妥協しないし誰に対しても丁寧に接する、本当にすごい男だと尊敬し、大野聡さんと連絡を取りたいがためにスマホのショートメールの送り方を覚えるほどでした。納骨式が行われたのはくしくも結婚記念日でした。上島竜兵さんと広川光さんが結婚したのは1994年10月22日、後輩芸人の広川光さんに上島竜兵さんが交際を申し込み、3年の交際期間を経てゴールインに至りました。28年間連れ添った妻広川光さんの目から見た上島竜兵さんという人物について、テレビだと裸で走り回る陽気なおじさんですが、気分がコロコロ変わって大変でした。でもキュートな人ではありました。あと家では本当におとなしくて、そういうところも好きだったな、とテレビで見せる上島竜兵とはかけ離れた一面について語りました。コロナ禍では竜シェフとして台所に立ち手料理を振る舞うこともあったそうです。ちなみに得意料理は生姜焼きとチャーハンなのだとか。上島竜兵さんは不器用なイメージがありますが、いざ料理をしてみると意外と器用だったそうです。広川光さんも意外な手際の良さに、こんな一面があったのかと驚いたそうです。上島竜兵さんは結婚当初から子供はいらないと宣言していました。広川光さんも上島竜兵さんがなぜ子供を欲しがらなかったのか理由を聞かせてもらっていないようですが、上島竜兵さんが急逝してから広川光さんは相続などの手続きに追われた際、子供がいたらなと考えたことがあったと明かしていました。広川光さんは2023年8月10日に自身書き下ろしエッセイ「竜ちゃんのバカ野郎」を出版します。広川光さん自ら心臓マッサージを施したことなど、上島竜兵さんの死をめぐって生々しい描写もあります。やはり辛い執筆となったそうですが、私の大切な旦那様のことをみんなが覚えていてくれるようにという一心で書き上げたといいます。広川光さんはすごく大変な思いをたくさんしましたが、閉じこもってばかりいないで、あんなことがあったけどまあまあいい人生だったなと最後に思えるような人生にしたいですね。そしていつか竜ちゃんと再会した時、よく頑張ったねと言ってもらいたいですと、上島竜兵さんの訃報からの1年間を振り返り前向きなコメントを残しました。いかがでしたか。今回は妻広川光さんが語った上島竜兵さんとの思い出や、広川光さんに見せていた上島竜兵さんの知られざる一面などについてご紹介していきました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。